キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信簿ということで、今日はジャイアンツでございます。はい、ねえ、うん、まあ、昨年は、うん、ね、2球団重複で西舘、うん、中央大学の西舘を引いて、はい、ね、1位西舘、2位、森田、うん、本田鈴鹿から、うん、で佐々木、伊豆口、うん、またぎと、はい、ね、で取って、まあ、育成では三浦、村山、宇都宮、田之上、園田、千葉、平山、うん、っていうところで、はい、佐々木チャンネル評価、はい、評価 A です、うん、はい、3年連続 B クラスは許されない、来年優勝しますドラフトです。30歳前後の内外野の層が薄いから、うん、佐々木、伊豆口を獲得、うん、補強はリリーフ、もしかしたら西舘がリリーフに、左先発30歳前後がいないから、森田、またぎは先発の可能性、一歩間違えたら、危機的状況ドラフト。お誰もダメだったらね、うん、っていうところ で結構いい感じに、俺何気に分析ちゃんとできてない？うんうん、すごいっすよ、うん、西舘もリリーフになってるし、はい、佐々木、伊豆口もね、うん、まあ、ちょっと、まあ、レギュラーまでは難しかったけど、はい、うん、まあまあ一軍でね、うん、もあるし、でも結構見せましたよね、うん、いいところね。でまたぎも左がいないからっ て、はい、まあね、チャンスはもらえてるよね、うん、そうです、結果はね、うん、そんなバチバチハマってるわけじゃないけど、はい、チャンスはもらえてるっていうところでいいんちゃう？そうですね、まあ、西舘先発きついな、うん、この前のピッチング見てたらやっぱこれっていう球ないね、ないどれも普通だね、はい、スライダーのフォームしかないね、うん、でなかったら勝ってもんな、勝った、逃げなかった、うん、でしかもこの前も初回155キロぐらい出てたけど、うん、もう最後145キロになってて、もう疲れましたみたいな感じ。まあでもそう、1年目キャンプオープン戦とリリーフの準備してきて、うん、シーズンリリーフで入って、で1ヶ月で先発やれ、もうそれは難しいよね、さすがに1年目で。だからそこらへんは仕方ないかなっていうところもあるけども、うん、どうするんやろな今後、そこポイントやな、うん、あとね、これロッテの東にも通じるんだけど、うん、ずっとクイックやめた方がいいよ。クイックの速さは確かに武器だけど、はい、うん、プロはバカじゃないから、はい、ずっとクイックだったら合わせるから、うん、まあ、確かに慣れちゃいますよね、うん、だから、うん、ゆっくり投げたり、うん、クイックで投げたりするから難しいじゃん、はい、だから慣れてきて合わせてくるから、うん、足上げるのも練習した方がいい、うん、でクイックもありますよの方がタイミング取りづらいよ、はい、クイックだけが武器ですってちょっともったいないからね、うんうんうん、そこら辺はもうちょっと足上げたりっていうのも取り入れて、うん、タイミングをずらすっていうのもやった方がいいし、うん、ね、でそういったところで言うとね、西舘ね、はい、今年、うん、まあ、前半良かったけどね、はい、大勢が帰ってきてね、うん、大勢今バルドナード、札幌様いいしね、うん、他にね、代わりができてきたからね、うん、西舘が疲れてきたというところとね、同じぐらいの時にね、でその中で、まあ、西舘ね、はい、1勝3敗1、うん、4.23 はきついよな、うん、防御率ね。で森田怪我です、うん、2軍でも投げてません、はい、佐々木俊介、伊豆口、そうです、佐々木選手もめちゃくちゃ期待したんだけどな、うん、もう一回な、伊豆口2割6厘、はい、これ門脇がね打ってなくてチャンスなんだけどね、うん、正直ね、で佐々木2割2分8厘、はい、これじゃレギュラーなれへんねんな、うん、結局打つのが大事だけど、最初勢いありましたけどね、もう一皮だね、うん、向けていかないとね、はい、ここはで、ピッチャー滝、うん、もう一皮やな、うん、チャンスは得てるんやけどな、うん、だからまあなんとか使用感は出るけど、うん、やっぱり A やったな、やっぱ S じゃなかったな、うん、評価は、うん、正しかったね、うん、そういったところではね、なんかもう一つやな、うん、1年目はね、うん、ただ森田選手以外はみんな一軍打出てるんですね、そう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 、うん、そのために取ってきてますからね、まあ、即戦力っていうためにね、確かに開幕から入れてきてる、うん、だからそのね、3年連続 B クラスは許されない、来年優勝しますよドラフトだって、うん、そうかそうか、うん、だからそこがまあ、うん、バックアップ要因には慣れてるね、はい、私西舘投手も序盤からすごい必要なピースではありましたしね、良かったからね、うん、だからこっから勝負だね、うん、こっからどうなっていくんやっていうところがこのシーズン終盤に向けて大事になってくると思うけども、うん、こう一歩間違ったら危機的ドラフトになりますよ、はい、やっぱそうですよね、うん、来年もしかしたら誰もいないんだ、そうそう、なったらもう一気に層が薄くなるからっていうところではね、うん、っていうのもあるけども、はい、じゃあその前でね2022年で言えば浅野、はい、あ、そうだ、おヘルナンデス怪我していなくなって浅野救ってるからね、貫禄、はい、ありますね、そうだろうな、その代わりに消えた萩尾、あ、確か萩尾ね、
うん、浅野の台頭とともに消えました、うん、バントね、バントできない萩尾君から、そりゃできひんやろ、したことないねんから、三冠王バントしたことないねんから。で、田中千春、今年あんまり出てきえへんな、うん、ファンカーの時にギターで歌った時しか見たことない、そうなんだ、はい、で、門脇ね、あ、まあ、うん、ね、うん、レギュラー剥奪ね、うん、もう、うん、ちょっとレギュラーっていうの早すぎだね、早すぎだね、あまりにも掴んだと思いましたけどね、坂本選手のこと、いやそれはいないから言ってるだけで、うん、勝ち取ったんじゃないもんね、うん、空いてたからっていうね、でも空いてて1年ちゃんとやったじゃないですか、うん、掴んだと思ったけどね、それが難しいんだこれ、ね、それで船場さん、うん、だから何気に2022年船場さんはね、うん、浅野も今いいし、まあ門脇ね、うん、だまあまあいいよね、うん、4、5がね、うん、田中千春、まあ、今年も1軍でちょうど投げたけどね、うん、2軍で21試合しか投げてへんけど、先発7、先発やんのかな、うん、ちょ、怪我で、怪我はしてんの、うん、あと萩尾、うん、まあ、今年も1軍でね、あの51試合、うん、だここで2割1分1厘しか打ててないから、うん、結局浅野とかに抜かれちゃうんだよね、確かに2軍では2割6分4厘で7本塁打やから、まあまあそこそこね、うん、打ててるけども、そうそう、これね、だからヘルナンデスと取りに行かないですからね、うん、そうだね、だからここで丸とか下手ってきた時にこの萩尾とかが出てこないとね、うん、苦しくなるなっていうところはあるけど、まあまあでもね、とは言いながらね、うん、まあまあ頑張って、ダバサバはでかかったね、うん、2年目の人たちが頑張ってますね、で、2021年ジャイアンツ、はい、大勢、山田、赤星、石田、岡田、白木、花田、うん、原監督、投中心になったら非常にバランスの取れたいいドラフト、90点以上ですね、上位3人は先発ローテーションを目指して十分戦える、そのつもりでジャイアンツの門を叩いてもらいたい、4位から7位も非常に魅力ある選手たちが残ってくれた、大勢守護神だけどね、はい、いやこれ大勢はね、うん、水野さんがもう大勢でって言ってゴリ押しして大勢に行って、はい、だからまあ本当頼むぞ大勢って水野さん思ってたらしくて、うん、でもまあそこは成功した ね、ルーキーからすごい活躍でしたからね、すごいっすよ、うん、でも山田はどこ行った、そうですね、社会人からですけどね、うん、ドラフトに、ね、期待したかったのに、はい、高かったよね、めっちゃ高かった、左で、うん、でも2軍で22試合で 1.35 だから、本当ですね、もうこれは9大点だね、うん、いいよね、はい、でも1軍左高梨か、うん、バルドナード、うん、今村とかとの勝負になった、そうです ね、あ、22試合で 1.35 だから、うん、もうね、うん、デビューしてもいいぐらい、赤星はね、もう一、うん、もう一つね、うん、はい、もう普通にいいね、普通にね、普通にね、これがこの普通っていうのが問題なんで、はい、こっからどうね抜け出していくかが、うん、勝負やね、うん、これっていう、これっていうのがないね、普通にいいピッチャー、はい、石田、はい、東海大相模、うん、試合出てへん、はい、うん、あ、怪我なんだ、岡田、はい、法政から、うん、まあ1年目とか一瞬光り輝いたけどね、もしも一瞬上がってきた日が、うん、あと花田ピッチャー、はい、もうみんな怪我、うん、で岡田がピリッとしないから佐々木とか取られるからね、そうですね、うん、1割4分3厘、うん、2軍では2割3分1厘のホームラン6本、パンチ力あるね、はい、でもアベレージ悪いね、うん、で近年のドラフトでいうとその前が平内、山崎より中山、中山消えたね、うん、一瞬上がってきましたよね、はい、で伊藤、秋広、秋広いないね、うん、確かに出てこない、一気に阿部監督になって、うん、一気にノーチャンスやな、師匠おらんくなったからですかね、師匠、うん、誰、師匠の中田選手も行っちゃったんですかね、うん、でその前がいい堀田、太田、菊田、井上、うん、山瀬、伊藤、まあ誰も出てきてへん、堀田投手もな、うん、出てきそうと思いながらな、うん、ちょろっとね、あ、今頑張ってるよね、いい感じ、いい感じ、ハルトもね、あ、もういいんじゃないですか、うん、いい感じ、いい感じ、はい、で高橋、増田、直江、横川、松井、戸郷、まあ、ここが戸郷がね、うん、だからここの横川とかがもう井上に負けちゃった感じだよね、うん、うん、まあ、最近もぼちぼちやな、うん、でもやっぱり野手が、まあ、浅野がやっと来てくれてこのまま行ってくれたらいいけどね、うん、でもまだちょっと浮き沈みあるからね、うん、そこら辺の踏ん張りどころかなっていうところもあるけども、まあやっぱこのこの3年のドラフトに未来のジャイアンツかかってんな、うん、これがうまく育つか育ちきらないかで、うん、そんな毎年上昇軍団いけませんよみたいなね、うん、今年だってあのヘルナンデス
取ってこれてなかったら終わってたからな。確かにそうかもしれない、うんうん、でヘルナンデスいなくなってモンテスいなかったらやばかったよな、はい、でも坂本もやっぱ落ちていくしな、うん、この今まで支えてきた人もう丸もね今年はめっちゃ頑張ってるけど、うん、ここら辺が落ちてくるときにやっぱこう若手が変わっていかなきゃいけない、うん、その変わってくるのがおらんからな、うん、今まだその人たちが支えてるから頑張れてるけど、ここちょっとね昔みたいに FA でがんじがらめでチーム強くするとかもできてへんし、うん、確かに最近 FA そんなに取ってないですよね、うん、だからこのちょっとドラフトこの 2,3 年のこの選手たちの頑張りが、うんね、うん、私今年はやっぱ菅野投手が復活してるっていうのが大きいですからね、うん、そうそうそう13勝今、うんうん、でもそれでもねずっと菅野もうね、そう、うん、そうもうだいぶベテランですから、うん、だからそれこの本当3年のドラフトがかかってるね、うん、そうですね、ミラノジャイアンツどうなるのかね、うん、そういった意味ではね、うん、2年後ね、はい、この振り返りした時に、うん、いややっぱりここがクソだったなみたいな感じになるか、はい、いやここがやっぱ支えたねっていうのがあるからね、うん、ちょっと未来また見ていきましょう。はい、はい